バトルフィールド2142は、エレクトロニックアーツより2006年10月20日に発売された、ファーストパーソンシューティングゲーム、氷河期が訪れ、有用な土地や資源の多くが失われてしまった未来の、アジア連合軍とヨーロッパ連合間での戦争を、舞台としている。登場陛下は、前作よりも減り、突撃兵、公兵、援護兵、偵察兵の4種類となった。しかし、 前作である BF によりもアンドック装備の数が増え、何をどのような順序でアンドックするかによっては、より行動の幅が広がったと言える。ただし、アンドック装備が何もない状態では、ナイフと陛下ごとのメインウェポンサブ装備しか装備することができない。アンドックを行うことにより、手榴弾、高額迷彩、除細動機、その他強力なメインウェポンなど、 全40種のアンロック装備が用意されており、また、それをカスタマイズすることによって、同じ陛下でも何通りかの異なった特性を持つことができる。また、従前から、あるコンクエストモードに加え、新たなモードとして、タイタンモードが加わった。このタイタンモードは、上空に浮かぶ要塞、タイタンをどちらの陣営が先に破壊できるかを争う、モードで、地上拠点ダッシュで自動発射されるようになる。 ミサイル攻撃でタイタンを覆うバリアを破壊し、その後隊員が直接相手のタイタンに乗り込み、内部にあるコアを隊員が破壊することで勝利となる。司令官システム BF2 と概ね同じであるが、司令官のみが使える支援コマンドが一部異なる。BF2 で可能だった車両の投下はなくなったが、代わりに被弾した電子機器の機能を一定時間奪える遠プ砲撃が使用可能となった。 分隊システムこちらも BF2 とおおむね同じであるが分隊長しか使えないアンドックアイテムが追加されている。分隊長が死亡しても設置地点からリスポーン可能なビーコン近くに隠れている敵兵を偵察するドローン、周辺の敵を半自動で攻撃するドローンの3種である。ただし隠し隊長専用アンドックアイテムは自分の分隊を構成する人数によって 使用に制約を受ける。自分以外に1名以上分隊員がいる場合に、攻撃もしくは防御指令が出ている地点を制圧したり、付近の敵を倒すことで、分隊員、分隊長ともにボーナスポイントが付与される。さらに、指令官からの指示を遂行した場合は、分隊長に隊長サクセスポイントとして、ポイントが付与される。また、分隊員のスポット情報は、分隊内全員で共有する。 突撃兵デフォルトの装備は、拳銃とアサルトライフルと、救急キット。アンロックは、前衛タイプが、ハートゾワグ AR、ショットガンネットバットインファントリー IDPK-74AR、ロケットバウアー HAR、後衛タイプが、AED-6D フィブラレーター、アドバンストメットハブ SG-34 グレネード、バス LAR となっている。NS 追加武装は、 LNDT 回霊4 CM3 N レーダーグレネード公平デフォルトの装備はサブマシンガンとロケットランチャーと溶接機アンロックは前衛タイプが AE ディフューザーネットバットビーヒクル ID PDS-1 パイロム H AVR 公衛タイプが2-14エンプリステックリペア V2.0 2-29モーションマインミッチェルサウ86となっている NS 追加武装は、MMB-5 モーションマインボルト、SMG クリップエクスパンション。援護兵デフォルトの装備は、拳銃と、軽機関銃と、弾薬キット。アンロックは、後衛タイプが、V5 エンプグレネードネトバットアクティブキャモ IDA12、エンフォーサーセントリーガンガンツ HMG。支援タイプが、IPS シールドアドバンストアンモハブディス。 テックパルスメータークラーク15バイトとなっている。NS 追加武装は IDS、IDS-1ESP クラーク -12RDX。偵察兵デフォルトの武器は、拳銃と狙撃銃。アンドックは、後衛タイプが、アプムディステックハイスコープ X4 グラバー5、スタビライザーゼラー、H アドバンストスナイパーライフル。 全英タイプが、RDX ディーモパッチネットバットフェードディレイ IT-33 アクティスカモフラージュランベールカービンとなっている。NS 追加武装は DS、DS-22 スナイパーデコイトルコリラ S1、C。バトルフィールド2142ノーザンストライクリアクション、NS3 種類の戦場、2種類のビークル2種類の、ゲームモード10種類のアンロックアイテム、他にも、 バッジやリボンなど豊富な要素を追加。こちらは、ストアでのダウンロード方式とパッケージ版が用意、されている。しかし、パッケージにはデータが含まれた CD、または DVD があるわけではなく、プリペイドコードが1枚同封されているだけである。ゴライアス EU 陣営側に登場する重装甲不評戦闘車、装甲版を自動で修理する修理セルと操縦者を、 含めて5人まで登場可能な銃座、車体後部近くの味方兵士に対して補給を行う自動球団、治療システムを持つ他ゲーム内では移動しリりスポーンポイントとして使用可能。ありがとうございます。